来た。ご視聴ありがとうございます。トロピオ塚です。というわけで今回はイニストラドシンクのちぎりコレクターブースターワンボックス開封やっていきたいと思います。はい、というわけで、ね、前回のセットブースターね、まあ結構ぼちぼち、もうちょっといいカード引きたかったなっていう感じの内容であったんですけど、今回コレクターブースターではね大勝ちしていきたいなと思っております。今回のコレクターブースターのパッケージは、なんか結構今までとのと違って、なんていうか、その壁画みたいな、なんかね、そう、文明がまだ始まって間もない頃の壁画みたいなイラストになってますね。オリビアと、エドガー・マルコフの結婚式の様子が版画みたいな感じで描かれているのかな。実際どんな感じか、開封やっていきたいと思います。ほい。お、今回はボックストッパーが2つをついているということで、よし、どんな感じかな。はい。お、結構パッケージイラスト、こう、ブースターのイラストとして見るとかなりね、おしゃれですね。シンクのちぎりのコレクターブースター。カード15枚ということで、今回はね、このセット、12パック入りですけれども、さらにボックストッパーもついていますよということで、じゃあ、早速ね、このボックストッパーを最後にして、開封やっていきたいと思います。では、まず1パック目から行きましょう。でん。ほっ。このね、コレクターブースターみんなね、カードめちゃくちゃ光っててね、ギラギラしててかっこいいんで、そこで、ね、開封しててね、とっても楽しいところですよね。死への恐怖。無謀なる衝動。黄金を太えた。今回の財感謝。未来の目撃。アルコンホルトの相談会、山のホイール。これもね、モノクロでかなりかっこいい感じになってますが、レアは、ケシクの王海の2、1マナ12で、100ですね。で、墓地にあるカードを3枚通用すると、赤のね、3人狼クリーチャートークを出しますよというカードになってます。狼のところに入りそうではあるんだが、もともとがね、人間騎士で、ね、狼のカードタイプを持っていないので、ちょっとね、惜しいかなっていう感じはありますが、まあ、1マナ12に200ということで、ね、しかもね、後半ね、トークンを乱せるんで、まかにシステムクリーチャーとしては悪くないのかなっていう感じですよね。はい、そして起きた結婚指輪、4マナのアーティファクトでこちら出た時に、唱えられていた場合、対戦相手1人対象として、これのコピーであるトークンを1個生成すると。結婚指輪という名前のアーティファクトをコントロールしている対戦相手のターンに、そのプレイヤーがカードを1枚引くと、自分もカードを1枚引くと。で、結婚指輪という名前のアーティファクトをコントロールしている対戦相手のターンに、そのプレイヤーがライフを得るたびに自分もライフを得れますよということで、まあ相手とね、自分は1点託生、一心同体になるというね、アーティファクトですね。まあかなり結婚はね、今日、なんかでも、あれですよね、その承諾するとかない、相手の承諾とかなんもないんで、勝手に結婚指輪を送りつけて、勝手に結婚相手、結婚させちゃうってちょっと恐ろしい感じではあるんですけど、ちょっと危ない人に持たせちゃいけない顔ですね、これは。はい。続いて、艦隊の呪い、3万のエンチャント。攻撃しているすべてのクリーチャーはトランプルを得ますよと。エンチャントしているプレイヤーに戦闘ダメージを与えると、ライブラリのね、1枚目のカードを追放して、それをね、好きなままで唱えても良いというね、ちょっと義賊に似た効果を持たせる呪いですね。はい。そして、奇妙な3姉妹。これはあれですね、ドラキュラ。ドラクラ伯爵のカードですね。4マナ1さんの伝説のクリーチャーで、クリーチャー1点剣すげるか、1枚、カード1枚引いて1枚ライフを失うか、こいつ変身させるか選ぶことができる。変身すると、漆黒の夜の悪鬼になりますね。かなりもう、なんかすごい。吸血鬼になるんじゃないか。なんかその普通の人間たちが、なんか吸血鬼ともデーモンとも言えない、なんか、スケルトン？ゾンビみたいな。もうなんか、この世のものとは思えない、ちょっと、チミ毛量にね、変身しちゃってますけどね。3、4、飛行、摂氏、反抗で3マナでね、自分のね、飛行や摂氏や反抗持っている全てのクリーチャー0、1の、1、0の修正を切るということで、まあ自分も自身もね、4、4の飛行、摂氏、反抗になれるということなんですが、ちょっと絵がね、これちょっとね、もともとヘンリカ・ダムナティの方がね、可愛いかなと思う感じですね。ちょっと、おどろどろしすぎるというか、裏面がグロい。グロいって言うとちょっと、失礼かもしれないけど。はい。そして、本心の絶望。はい、っていう感じですね。よし、メイクします。ほい、結婚式の招待状とか。さあ、何が出るかな？はい。土地の裏がね、大体レアなんだよな。はい。お、ラトスタイン用3マナ1音。出た時か、アップキープ開始にカード1枚制作して、それが土地だったら宝物トークン、クリーチャーだったら11の昆虫トークン。で、クリーチャーでも土地もなかったら地トークンが出るよっていうね、面白い顔でありますが。まあ、制作してね、自分の墓地を肥やしつつ、なんかおまけがあるということで。これね、豆知識っていうか、なんですけども、
土地でもありクリーチャーでもある、例えばドライアドのアズマヤってが墓地に落ちた場合は宝物トークンもクリーチャーの1日トークンも一緒に出るんで、ドライアドのアズマヤをね落とせば、ちょっとねお得になりますという感じですね。そしてドラグスコルの援軍、これは統率者デッキのカードかな。4-7-2で回戦、これじゃないスピリットは全部回戦を持ちますよと。でコントロールしてスピリットを受ける戦闘ダメージでないスピリットのダメージを軽減しますよ。でこの回戦っていう能力がこの戦闘で殴った対戦相手1人につきプラス1修正を受けるっていう能力で、例えば3人相手が統率していると思うんですけど、3人全員にそれぞれ殴っていったらこの回戦を持っているクリーチャーは3-3修正を持つと、まあ、2体にアタックしたら2-2修正、1人だったら1-1修正っていう感じですね。はい、でこいつをコントロールして、そして自分がコントロールしてスピードが受ける戦闘でないダメージは全て軽減されるっていうことなんで、火力とかで焼かれなくなる、そういうのを守ってくれるっていうね、カードですね。はい、そして進行縛りの審判官、神話で開きました。これもさっきね引いたかな、セットブースターの時に。はい、3-4-4防衛飛行警戒ですけど、一旦ごとにね審判カウンターが乗っていて、3つ以上乗ってると、防衛持たないかのように攻撃できるということですね。まあね、最初のうちは序盤は耐えて時間が経ったら攻撃できるようになるという感じですね。しかも裏面のこれがね、恒例でね、墓地に行った時に7万円となると、京都の審判という形になって、相手に貼り付けることができると。で、毎ターンカウンターが乗っていて、3つ以上カウンターが乗ってると、エンチャントしているプレイヤーは負けますよというね、敗北上限カードになってます。これ貼られて3ターン後には相手は必ず死ぬってね、面白い効果を持ってますね。これは本当にね、序盤のね、相手の攻撃を防げる手段にもなりますし、後半ね、墓地から唱えて、勝ち手段としても使えるという面白いカードになってます。はい。でバルヘルシン、バンヘルシングの聖なる御法院。これもあれだ、ドラクラのやつだ。ね、2マナで、戦場に出た時に3マナ以下でやるクリーチャーを追放できますよと。でこうやって追放した吸血鬼と同じ名前を持つカードを唱えると2点のライフを得るということで。吸血鬼を唱えると、吸血鬼こうやって捕まえるとちょっとお得ですよっていうカードですね。はい、そして天使の拳トーレンス3-2-2。かなりなんかこの白黒の絵だと屈強な兵士って感じだな。なんか優しさよりもなんか戦いを求めている感じの人間になっちゃいましたけど、どこら辺が天使の拳なのか全くわからんが、まあクリーチャーを備えるたびにね訓練の持つね兵士トークンが出てくるってことで、横並びをね助けてくれるカードなので、まあ強力なカードでありますよね。これでトスチャー組んでみて面白いんじゃないでしょうか。ほい、お、焦燥の先兵、そして破滅の降りて、これは結構見たな、首なし騎士を見た。シンワリアとか欲しい、シンワリアとか欲しい。お、地の使者ドラキュラ来た。3-3-1、ファルケンラスの先祖がドラキュラなんだね。今回は飛行でこいつではブロックできなくて、プレイヤーに戦闘ダメージ与えるたび地トークンが出ますよと。地トークン、はい。で、地トークンを2つ経験すぎると墓地になるこいつを戻すということでね、先祖がね、先祖返りする、先祖返りとは言わないか、まあね、何度でも復活する飛行のアタッカーということで、ドラクラいいですね。こっちの絵の方が好きかな。ハルケンラクスの先祖はなんか元の絵よりもかっこいいですね、ドラクラさん。素敵なの道と、錬金術師の計略3-3のレアですが、追加ターンを得て次のターン敗北してしまうカードなんだが、切除でね7で唱えると、まあ、普通の追加ターンとして使えますよっていうカードですね。はい、で5-7精神壊し、お、墓地の暴徒者、これもセットブースターの方で引いたな。6-4-4100で出た時に墓地のねカードを追放しますよと。戦場出るか死亡した時か、カード1枚追放できて、でそうしたら以下の1個から選べますよということで、まあ、クリーチャー除去するか、カウント減らすかと。まあ、出た時と死亡した時、2回ね、誘発するのがちょっと美味しいですよね。はい。お、そしてさらに、ドラキュラカード、伯爵城探り。3-3で、発見への渇望のカードですね。インスタントで3枚引いて、基本土地カード1枚捨てない限り、カード2枚捨てるということでですね。まあ、もともとがね、脅迫的な研究っていうね、土地を1枚捨てない限り2枚捨てるっていうね、操作りのカードがあったんですが、基本土地を捨てることで、まあ、アドバンテージが取れる。しかもインスタントになっているってね、かなり使いやすいカードになってますね。はい。そして、先見的な縫い式ラルフ君。3-1-4。ゾンビが全部飛行を持って、青でタップで、これでもトークンでもないクリーチャーで検査を入れると、XX のクリーチャートークン出しますよと。X はタフェスに等しいということで、キャリックスクをね、ぜひね、生贄に捧げたいところですね。はい。で、艦隊の上に、さっき見たね。結構1パックのカロリーが激しいね、コレクターブースターは。いろんなカードから出てくるんで。
ランタンのきらめき、これはセットブースターで見たかな。そして密教の典型、これは逃走したデッキのカードか、 X 青でインスタントでカード X 枚引いて X 枚捨てると、これによって捨てられたカードに含まれるカードタイプ1種類につき1体のスピリットトークンを出しますよということで、クリーチャーと土地カードと操作に捨てたら3体のトークンが出るってことかな。まあでこれで、これもね、やっぱアーティファクトクリーチャーとか捨てるとおそらくは確か2体出るのかな。うん、ちょっとそういうカードだとお得ですね。はい、ハーカーの日誌、これもドラクエのカード2マナで、調査員、調査官の西のカードですね。こいつはプレイヤー1人がコントロールしているクリーチャーの数のうち最も多い数に等しい個数の用意カウンターが置かれた状態で出てと、500体クリーチャーでしたら500個のカウンターが乗って出てくるってことだな。で、2マナタップで用意カウンター1個取り除くとワンドローしますよと。で、2マナでこいつ1に下げるとカード1枚引けるってことなんで、まあ、カウンター乗ってなくても最悪ね、まあ、手がかりとして使えるというカードですね。お、来た、突然来たレーガリケイア来ました。今回のプレインズウォーカーか、あ、今回でもシンクの次セットブースターと合わせて初めてのプレインズウォーカー引いたんじゃないか。3マナで中精度は3とでプラス1でコントロールしてクリーチャートークン1体対象として短周時まで全てのクリーチャーは接種を得ると、対象にしたクリーチャーの上にプラス1カウンターを置きますよ。でマイナス2でトークンが1個倍に出るんだったら2倍の数出ます。でマイナス6で全ての墓地にあるカードを追放して、その後追放されているカード1枚につき1体の飛行トークンだし、飛行を持つスピリットトークンを出しますよということで、これはやっぱマイナス2のトークンを倍出すっていう効果をねうまく使いたいっていうねカードですよね。本体3マナなんで、まあ、次のターンにね、エシカの選手を出したりとか、そういった感じで、またね、レンジャークラスとかをね、出してちょっとお得にね、使ったりとか、そういった感じで使えるカードかなと思います。まあ、今結構ね、トークンは緑がよく生成するイメージありますけども、まあ、白もね、エーデリンとかいるんで、そういったカードで得増やしたり、あとはクラリオンのスピットとかで、ね、11の飛行トークン増やしたりしてもいいですよね。では、次行きましょう。お、隠し幕来た。1マナ04防衛で3マナで変身しますよということで、チラリ目だ、すごい目だ、暴き目、34200変身した時に手札見て1枚ね土地でないカード選んで捨てさせると、捨てさせたらカード1枚引かせますよというね、まあ、ちょっとベンディの3人衆みたいな効果を持ってますが、まあ、元々ね1マナで04でね、相手のね、まあ、攻撃を序盤防いでおいて、まあ、3マナ払えるタイミングでこいつ暴き目になってで手札を攻めていくと、でしかも自身はね34威迫で結構攻撃を通しやすい、ね、デザインになってますんで、まあ、アタッカーとしても後半のアタッカーとしてもいい、結構優秀かなというね、感じのカードですね。前半もね使えて後半も使いやすい軽いカードっていうのは彼ね結構環境的に結構今までの傾向として重宝することが多いんで、注目の一枚かなと思います。はい、で印象的な高貴さ、これは統率者デッキのカード、5マナ操作で各プレイヤーそれぞれ手札を捨てて戦場か統率領域にあり、自身がオーナーである統率者の最大のマナ総量に等しい枚数のカードを引いても良いと。はいはいはい、ということで、まあ自分がね袖か統率者をコントロールしていたらめちゃくちゃドローできますが、明るい統率者しかいない場合はちょっとねあんま引けないという感じなんですよね。ただね結構共闘と合わせるとまあ強いかな。ログラフク0マナだけど、まあね横になんかその5マナぐらいのクラムとかね立たせておけば5枚ドローできますし、まあ、赤で言うとね結構ね6マナ5マナでね強いカードあるから、まあ5マナでね5枚引ければかなり強いんじゃないでしょうか。まあ対戦相手にもカード引かせることになっちゃうんですけれども、まあ、自分がね結構比較的重い統率者使ってるなと思ったらねこのカード結構いいんじゃないでしょうか。はい、そして有力の先ぶれ、これも見たね。お、クインシーハーカー2マナ、これは、ごめんなさい、引頭した白星師、2マナ12で墓地に4枚以上クリーチャーカードがあると3に修正、つまり44になると。でタップすると1マナ加えるんで、まあ、2マナのマナクリーチャーでありながら後半はね、大きくなってアタッカーとして使えるっていうね、隙のないカードですね。クインシーハーカーということでドラクラのカードです。ごめんなさい、ちょっとドラクラのことがわからないんですが、平和の世界に住んでる貴族って感じなのかな、この子は。わかりません、よいしょそしてヘンリカ・ダブナディ。お、結構こいつ引くな、今回は。3種類引いたぞ。4マナ1さんのね、このカード。グリセルブランドの愛人ということで、ショーケース版は裏目はどんな感じかな。お、目、あれですね。結構着飾った感じの絵になってますね。はい。これはワインを持ってるのは血なのかな？どうなんでしょう。はい。結構イラスト的には結構可愛らしい感じのカードかなと思います。このフード被ってる感じが。よいしょ。で続いては退職の客人、ボルダレの凍結。で、スピットクリフィック。よいしょ。
遠吠えの月三物でエンチャント、戦闘開始にコントロールしている狼は狼男のうち一体対象として 2022の修正と、で各ターン呪文2つ唱えると22の狼トークを出すということで、まあ昼夜から昼になる条件が一旦2回呪文唱えるってことなんで、そういう風に相手が昼にしようとしてきたらこっちはね、じゃあ22の狼出しちゃうぞっていうね、こういう保険的なカードになってますね。あと自身のねクリーチャーがでかくなるんで、それもね本当に強い効果、使いやすい効果かなと思います。はい、オリビアの怒り、これも統率した時のカードだ。ここまでターン終了時まで吸血鬼でない全てのクリーチャーマイナス X の修正を受けると、 X はあとはコントロールしている吸血鬼に勝つに等しいということで、まあこれは本当に吸血鬼の、まあ、専用の部族デッキのカードかなと思います。エドガー・マルコフがさ吸血鬼バーって並べる間にさ全体除去も打ってきたらたまんないよな。まあ5マナっていうことでそこそこの重さではあるんですが、やっぱね吸血鬼デッキだったらかなりね強力なカード、インパクトのある1枚かなと思います。はい、して運命の改変、お、ドラクラ伯爵来た、来ました本家の主役4マナの、フレインズウォーカー中性度4ということで、あれですね、笑わずのソリンのドラクラバージョンですね。すごいいいですねプラス1でライブラリのカード1枚目のカードを見て、手札に加えるも選んでもよいと、そうしたらライフ、その分のね点数のライフを失うということで、まあ、よくねその闇の腹心と似ている効果かなって思うんです、言われてるんですけれども、闇の腹心は絶対ね、アップキープごとにカード手札に加えなきゃいけないんですが、こいつの場合は一応プラス1使って上のカードがちょっとライフ痛すぎるなって思ったらちょっとやめときます、ステイでっつって止めておくことができるんで、まあボブしかないと、ソリンしかないということで、そういった部分ではかなり頭はいいというか結構優しい感じの能力になってますね。でマイナス2は23の飛行反抗トークを出すと、フレインズウォーカーから出るトークンで飛行も反抗持ってる23っていうねサイズもかなり大きいということで、かなりね強いねマイナス2能力なんじゃないかなと思います。歴代のプレーン増加で見てもかなり強めの能力持ってるかなという印象ですね。スタンダードでどういう風に活躍するかちょっと見てみたいですね。はい、今回コレクターブースターめっちゃいいんじゃない？この調子でもっとねいっぱいいいね新ワレア引きたいっすね。フォーカマ引きたいな、フォーカマ、フォーカマとか工作する曲欲しいですね。何が出る何が出る何が出る、天使の放棄、これはシットブースターでいいかな。で真夜中のフォーカマ、あ、フォーカマこっちじゃない、新ワレアの方欲しいなただ、これは逃走した時のカードですね。4マナの3に出た時にマナ能力を持たないアーティファクトを X 個対象として破壊すると、 X はあなたをコントロールしている吸血鬼の数に等しい。すげえなこれでも吸血鬼って数並ぶ印象だからね、4555バンバン破壊できる、出ただけで破壊できてしまう恐ろしいカードなんじゃないかなと思いますねこれね。ただねやっぱマナファクトは破壊できないっていうね、ちょっとしたバランス調整っていうんですかされてるんですか、これマナファクト破壊できたらめちゃめちゃ強かったっすね。どんぐらい並ぶイメージかな。まあでも宝物トークンとか最近多いんだけど、宝物トークン破壊できねえわ、宝物トークン破壊できねえか。そうだな、まあ、例えばその墓地対策のアーティファクトだったりとか、あとね相手の脅威になる、まあ、マナファクトじゃないねアーティファクト、基本的にねやばいカードが多いんで、それらをねバーンと破壊できるのは、一気に破壊できるのは強いんじゃないでしょうか。はい、そしてホエブレの笛吹き、4マナ22の呪文を消せれないと、で手札のクリーチャーカード1枚ね2マナで踏み倒すことができますよと、で踏み倒した場合こいつをアンタップします、でん、そしてこいつは夜明けとなると、戦場に出るかこいつが変身するとライブラリの上にあるカード6枚見て、その中からクリーチャーカードを手札に加えられますよということでね、もう裏面では手札にクリーチャー補充してくれて、表面で2マナで踏み倒すことができるということで、表面と両面がね結構ね噛み合っている、なんか白ゴミの長方形みたいなカードかな、近いシステムカードかなと思います。まあこいつでね、クソデカエムラクールをボンと出してもいいですしね、まあ、オカミ男でねさらにチェインさせて 何枚もオカミ男を出したりとか、そういったね夢の広がるカードですね。お、そして謎の血病、これあれか、吸血鬼の復讐ですね。3マナで吸血鬼のない各クリーチャーに2点ダメージと、チトークン1つ生成。これ結構小粒なね、白タン相手とかには一気にね、バーンと流せるんで、戦場打開する、いいね、サイドカードで強そうなカードですね。はい。そして、おオリビア来ましたね、また。シマリア引いちゃいました。6マナ3位は飛行速攻。攻撃するたびに墓地のクリーチャーを、タップ状態、かつ攻撃している状態で戦場に戻すと。で、伝説の吸血鬼がいないと、そいつはね、追放されてしまいますよっていうね。オリビアがいないと何もできない花婿をね、蘇生しますよという顔ですが、そうですね、この絵は正面を向いてる、ショーケース版なんですが、うん、俺はなんか通常版の方が好きかな。なんか、空を舞ってる感じのオリビアが好きかな。イラスト的には。はい、そして、お、墓所の装甲者。え、もう終わりかと思ったら、出てきたぞ、新しくフォイルがまた。え、すごくない？
このパックホイールが2枚もホイールというか新割りが2枚も3万2三で出るか攻撃するたびに墓地のカードを追放してと言ってもあなたのレベルで1枚目を見てもよいと。毎ターン1回1枚目のカードが墓地の消防者によって追放されているカード共通とカードタイプを持っているならそれを備えられますよということで、あ、なんかね近い未来予知に近いような効果を持っているということで、確かスピリットなんでね、スピリットってなかなかね飛行でね、相手をね翻弄する効果を持ってるんですけど、と手札をねどんどん補充していくというか戦力を補充していくカードってなかなか限られてるんで、まあ集合した中隊と一緒にねこいつでねアドバンテージを取るカードとして使ってみても面白いかなと思います。はい、すごくないか今回コレクターブースターやるぞセットブースターちょっとねうんって感じだったけど、コレクターブースターやりおるぞ。かなり引いてる気がする。いいカードやっぱね、コレクターブースターねちょっとねワンランク上のパックなんで、お金払ってるんでってこと。来たオリビア2体目来ましたね。コレクターブースターから2体目来ちゃいました。オリビアやっぱこのね飛んでる感じで、なんかねスカートがふわって舞ってる感じのオリビアの方が可愛いというか、イラストがね好みですね。はい、今回の主人公はどうなっていくんでしょうか。主人公というか悪役っていうかね、どっちだ悪役っていうのかな。はい、そして憑依された図書館2マナエンチャント、これは逃走者デッキのカードですね。対戦相手がコントロールしているクリーチャーが1体死亡するたび11マナ払うと自分のところに、飛行のね白の11スピットトークンを出せますよということで、ラスゴした後とかにですねマナを追加で払うことによって自分の方にスピットトークンを与えることができると。まあ2マナで設置自体はね、結構軽くできるんで、結構ねマスデスをどれだけ打てるかというかいう感じの、アバシみたいな結構いっぱい全体色が入っているカードだったらデッキと一緒に使うのがいいのかな。はい、そして流星な群れ引き、まあ、1万の狼のね、結構まともなというか、かなり構築でも強そうなカードが来ましたね。1万2、1で、4以上のパーマネントをコントロールしてるなら、プラス1カウンターが置かれた状態で出ますよと。で、さらに、マナ総量が4マナ以上のカードを唱えるたびに、どん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 こいつが大きくなっていくよってことなんで、狼男、4マナ以上ね、アーリンとか、トボラの領章とか、結構ね、でかくて強いカード多いんで、そいつらを唱えることによって、こいつらも強化できるというところが強いかなと思います。はい、そして、お試しの来た、ルーシー・ウェステンラ、無害な旅人の、ドラキュラバージョンですね。ほい。うわ。めっちゃ食ってる。蘇るし吸血鬼、ルーシー。すげえ、なんか、可憐な感じの、無害そうな、儚い感じがあったのに、こっち面ではもうめちゃめちゃ血、吸ってますね。まがまがしい感じですが。バンヘルシングはランタンを持ち上げ、スライドを引いた。ルーシーの顔に光が集まり、その唇が新鮮な血液でシンクに染まっているのが見えたということで、しっかり食っちゃってますね。人間のこと。はい、お、そして青赤のスローランド、はい、歓迎する吸血鬼、これはあれだ、サマー兄さん飛行でパー2以下のこれでないクリーチャーが出るたびにアンドができますよっていうねカードですね。まあ、一旦に1枚しか引けないとはいえ、まあ、いったアドバンテージをもたらしてくれるいいカードですね。これは本当に吸血鬼じゃなくても入るんじゃないかなっていうカードですよね。すごい、普通のショーケース通常版ではね空飛んでる赤いドレスを着ていたんですが、普通は地上で中を迎えしてる感じですね。はい、いや、する吸血鬼、天井の調査員、調査日誌、よいしょ、お、チビの調達者来た。4万の5、6飛行トランプルで相手が地元となるたびに地トークを1個ね渡しますよと。で攻撃するたびに防御プレイヤーのコントロールしている地トーク1個につきプラス1プラス0修正を受けるということで、これもう本当に何度見てもねおかしなスペック持ってるなって思いますね。4マナ5、6ですら結構強いのに、さらに飛行トランプルも得ていて、でデメリットも全然大したことないっていうね。まあさすがにこれは吸血鬼のエースアタッカーになるんじゃないかなというか、もう吸血鬼じゃなくてもクロアグロで強いですよね、もうすでに。まあこれは本当におすすめの1枚かなというか、まあみんなもね結構注目してる人多いんじゃないかなと思います。謎の血病ということで、お、そしてこいつも結構引くな、新興縛りの審判がこいつも超えるということで、はい、これ3枚目かすごいな。え、コレクターブースターこんなに新割りは引けたっけ。あんまそんな記憶なかったんだけどな。しかも結構いいカード引いてるイメージだわ。さあ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 、何が来る何が来る、もっと俺を喜ばせてくれ。お、リュージョン塗るの、これを見ましたね。お、逃走したデッキのカード、陽動するものロリーン、3マナ33、略奪者カンパーとの共闘、先制攻撃で2マナでアーティファクトやクリーチャーのうち1つを生き延びるとクリーチャーを思想できる、まあ、強制アタック、自分以外の相手 に対して強制的にアタックに行かせるというかですね。これ略奪者カンパーは入ってるのかな、
略奪者カンパーの方は4マナ3-4でこいつと強とロリーンと強と持っていて、タンコンと対戦隊のコントロールしてクリーチャーが1体死亡するたびに1点ライフを得て1トークンを1個生成するということで、すごい。こいつロリーンは吸血鬼じゃないから吸血鬼っぽい能力持ってないんだけど、カンパーの方は吸血鬼ならずものなんで、まあ、吸血鬼の能力持ってる、その1トークンを出す能力持ってると。あれかな、思想させて、死んだ時にね、1トークン得るんでちょっとラッキーみたいな。ちょっとあんまり噛み合いがない気がするな。イラスト的な噛み合いはありそうなんだけど。はい。そして、荷重で本校で。これは本当にね、俺がね、一番今回注目してる顔ですね。4マナ33、瞬速飛行乱用ということで。乱用したら、呪文か、起動型能力か、誘発型能力のうち一つを打ち消せるよということで。もう呪文だけではなくてね、起動型能力、誘発型能力も打ち消せるっていうことで、かなり万能な顔ですよね、本当に。あとね、プレインズウォッカードの中性度能力を打ち消してもいいし、もうね、何打ち消してもいいと。誘発型能力だから、誘発型能力だから出た時のね、強力な能力もこいつで打ち消せると。荷重で方向体を出して、俺の自分の呪文をカウンターした時に、カウンターしようとしてきた時に、こっちも荷重で方向体を出して、相手の荷重で方向体の乱用を打ち消すとか。そういったこともできるな。方向体対決みたいな。はい、お、ドラキュラ引きました、また。知能ドラキュラ。ボルガーレンの凍結し、2マナ21。飛行で、ボルガーレンの凍結しかあなたがコントロールしていて、こう、トークンでもこれでもないクリーチャーを死亡した時に、1トークンを出しますよと。で、5つ1トークンが出ると変身、ドーンと。変身すると、コウモリの王ドラクラになりますよと。33飛行で、戦闘開始に1トークンを対象として、それを22の飛行速攻のコウモリクリーチャーにしますよってね。かなり面白い効果ですから、結構ね、1トークン5個集めるのがね、なかなか大変だね。3つぐらいならね、すぐいけるんだけど、5個はね、意図的にね、1トークンを使わないってことをしないと結構難しいんで、思ったよりね、変身しないなっていうのが今のところの印象ですね。はい。そして無害な旅人。そしてハイヨル、次ハイ。これはあれだな。こいつね、2万、3万で墓地のクリーチャーカード追放するとプラス1カウント乗っていくんですが、追放した全てのクリーチャーカードの起動型能力を持つということで、意志の渦みたいな能力を持ってますね。じゃあ、アーチフィンド・アソモデウスの3万で7枚ドローの効果をね、ただでデメリットなく活用できるってことで注目されてますね。はい。そして、コレクターブースターも早いところで、アド1バックです。アド1バック。どんなカードが入っているんじゃ。いや、マジでね、移り気な放火も欲しいな。放火魔。放火魔来てくれ。何が来るんだ、何が来るんだ。よいしょ。お、不吉な棘刺しもいいカード。はい！お、夢鎖の霊。ということで、3万31。戦闘開始にクリーチャー1体タップするか、アンタップステップ時にアンタップしないということで、まあ、戦闘参加をね、拒否しますよって。毎ターンでもね、クリーチャータップできるっていう能力相当強いと思うんだけどな。これはね、本当に、スタンダードでも、パイオニアでもワンチャンあるかもしれない。ぐらい、その毎ターンクリーチャータップするっていうのはね、アグロデッキの対戦では強いのかなと思いますね。はい。そして、統率デッキのカード、霊の報復者ローダーということで。これも共闘か。弱電の霊、ティミンとの共闘。対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体がタップ状態になるたび、それがクリーチャー、こういうクリーチャーとして指定されたことによるのではない場合、こいつにプラス1カウンターを置くということで。じゃあ、こいつと相性いいじゃん。ね。夢鎖の霊でね、毎ターンタップして、で、こいつがプラス1カウンターがどんどん乗っていくと。ティミンどういうやつでしょう、ティミン。若年の霊、ティミンは、あ、スピリットだ。で、5マナ3-4で、こいつと共闘と。飛行で各戦闘開始にクリーチャー1体対象として、それをタップする。お、合ってるじゃん。ローダと相性めちゃめちゃいいですね。はい。ティミン、ローダ。はい。まあ、結構でも地味な能力であるんで、統率者でもね、結構初心者入門のね、カードとしては結構いいんじゃないでしょうか。はい。戦慄だけの悪魔。で、クインシーハーカーさっき見た。そして、シティングだけの林間地。黒緑のスローラップですね。終わりかなーということで、お、見事な再生。レンがね、ブワーって。土地をね、花を開花してるような絵ですね。はい。という感じで。で、宝物グロ。今回の宝物、宝箱の中に目玉あるけど、これ使いたくな？けど、不気味すぎるだろ。裏面は狼ということで、終わっちゃったー、コレクターブースター。かなり熱いな、内容だったな。さあ、そして、ですね、前回はね、忘れかけていたボックス突破ですが、今回はね、ちゃんと、覚えてるんで、これを開封していきたいと思います。ボックス突破よし、じゃあまず、一つ目いきますか。一つ目は、両面カードのこと多いからもう一気にいっちゃうか。はい、お謎の血病。ということで、吸血鬼の復讐の、ドラキュラバージョンですね。これはまあ普通に引いたやつだから、まあ、ボックストッパーとはいえコレクターブースターの場合はまあなんか追加で1枚ね、プレミアとしてなんかコラボカードが入ってるよっていう感じなのかな。さあそしてもう1枚すげえカードソリンとか。はい、お知能ドラクラ
あ、ブルーアレイの凍結紙のコラボ版ですね。2721。これもさっき説明したかな。はい。まあでも結構変わってるところ、なんかボックストッパーとコレクターブースター版でなんか変わってるところってあるのかな。うん。まあでも特に、イラストがすごく変わって、ただの、すごい、なんか装飾がされているとかではなくて、普通のホイールって感じですね。はい。というわけで今回のね、ストッパーは、はい。知能ドラクラと謎の血病の2枚でした。それではね、今回の、内容について、ちょっとまとめていくというか、並べてみたいと思います。はい。ということでね、今回、今回引いた、シンワリア、並べてみました。まあ、基本的にノーマル版のシンワリアはですね、ショーケース版だったり、拡張アート版だったりする感じで、ね、しかもね、かなり審判官、進行縛りの審判官とオリビアを、2枚ずつ引くというね。で、ヘンリカ・ダムナティもセットブースターの方で引いてるんで、こっちの9の3姉妹も2枚か。え、めっちゃ被ってるな、こう見ると。すごい被ってるけど。ただね、ソリンとか、ケイヤとか、普通に構築でも強そうなカードもいっぱい出てるんで、かなりね、向いていて熱いセットだったなという感じですね。はい。まあ、その他にもね、レアカード、いろんなカード出てるし、やっぱね、コレクターブースターかなり向いていて楽しいセットでしたね。枠もかっこいいし。まあ、よく言えば、もうちょい狼男というか、赤いカード欲しかったな。赤いシンワリアで結構ね、みんなね、強いカードが揃ってたんで、まあ、剣の放課後だったり、墓所の番人だったりとかね、そういったカードね、結構引きたかった感じはしますが、ただね、結構シンワリアがね、こんなに出ると思ってなかったんで、11枚出ると思わなかったんで、まあ1パックに1枚は出るみたいな、かな感じかなレベルですよね。というわけで、かなり開封していて、かなり楽しいね、商品でした、コレクターブースター。というわけで、今回の動画ね、終わりたいと思いますが、皆さんもぜひね、コレクターブースター向いてね、どんな、開封結果だったのか、よかったらね、コメントで教えてください。というわけで、以上になります。よろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。というわけで、トラッピーお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。また、マジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。